日本での頭像化の例。和漢三歳杖より、非晩。非晩は中国の妖怪。古典の記述によれば、通常は人間の姿と変わりないが、夜になると首だけが胴体から離れて空中を飛び回るものとされる。類書三歳杖によれば、オートバー国に頭を飛ばすものがいる。目に瞳がないのが特徴で、現地では虫落ち。 落ち民と呼ばれる。ガの武帝の時代には、南方に体をバラバラにできる人間がおり、首を南方に、左手を東海に、右手を西の沢に飛ばし、夕暮れには、それぞれが体に戻ってくるが、途中で風に遭うと、海の上を漂ったりしたという。東大の書、南方遺物誌によれば、峰南のほら穴の中にいる。一晩は、首に赤い傷跡があることが特徴で、 夜には耳を翼のように使って飛び回り、虫を食べ、夜が明けると元の体に戻ってくるという。等身の小説集、送信記によれば、クレ将軍手、菅の下女の頭は夜になるとしばしば飛び回った、とある。頭部の離れた体を見ると、体が冷たくなっていた上に呼吸もかすかになっていたので、布団をかけたところ、やがて戻ってきた首が布団に遮られて胴に戻る。 ことができず、呼吸を荒らげて苦しみだし、布団を取り去ると、首が胴に戻って落ち着いたという。また、銅の盆で胴体を覆った人もいたが、その際には、首が胴に戻れず、とうとう死んでしまったという。北宋の類書、太平港期には、人の名で記載されている。この者たちは、頭の飛ぶ前日に、首筋に赤い筋のような跡が現れ、当日の夜になると、 病人のようになって、頭が銅から離れ、川岸に行ってカニやミミズの類を食べる。朝方になるとまた戻ってきて、夢が覚めたような様子で何もわからないが、その腹は満たされているとある。日本の伝承にある妖怪、六六尾は、見せ物小屋や、お化け屋敷で見られるような首の伸びるもののほか、首が銅から離れて飛び回るものがあるが、これは、 中国の非当番が由来と考えられている。江戸時代の妖怪画集、ガト百鬼夜行などで、六六尾の漢字表記に非当番が用いられている例もある。同じく、江戸時代の海番集、古今百、物語評判には、南方異物誌、太平光記と同様、六六尾は首筋に、あざがあることが特徴との記述が見られる。南アメリカのペルーには、 海と呼ばれる首が抜けて飛び回る妖怪の伝承がある。飛び回る首は他の人間の首を食べてその人間になり変わってしまったり血を吸ったりするという。また、地理にはチョンチョンという首が飛ぶ妖怪が伝わっている。マレー半島などには首とそれにつながった内臓が空を飛ぶペナンガランなどの妖怪が伝承されている。ありがとうございます。